皆さんこんばんは。2022年10月11日火曜日、日本文化チャンネル桜沖縄の声のお時間です。当番組は2000人委員会友の会共産広告広告主総 TV をご覧いただいている皆様のご支援でお送りさせていただいております。改めましてこんばんは。沖縄支局キャスターのボギーテドコンでございます。さて、今年は沖縄さまざまな選挙がやってまいりました。先日この那覇のベッドタウンである豊見城の市長選挙の方も終わりまして、いわゆる保守系が推している徳本嗣人氏が当選ということになりました。このニュースを含めて今日はいろんなお話、そしてこの沖縄のいわゆる政治状況についてロバート D エルドリッチ博士からアドバイスが届いておりますので、今日は皆様にご覧いただきたいと思います。さて、本日の私の相棒はギノワンシティ FM で水曜チラチラ作戦を担当しておりますメインキャスターのタカさんでございます。こんばんは。よろしくお願いします。はい、タカさん、今日はね、こういった選挙の話も含めて、はい、いろいろ博士の話を聞いて学びの時間にしようかとまず思っております。さて、ここでですね、まずいつものコーナー行ってみたいと思います。今週の自衛隊フリップをご覧ください。ドン。はい、これは実は昨日撮影してきたものなんですけど、この令和4年10月10日、この10月10日っていうのは沖縄では特別な日でございまして、昭和19年10月10日は、この沖縄が大東亜戦争末期、米軍のね、大空襲を受けたのが昭和19年の10月10日、その後から、いわゆる、沖縄を守っている守備隊は、米軍の上陸が近いということで、壕などの構築にね、すごいスピード感を持った日なんですが、令和4年10月10日のこの緊急患者空輸、1万87件、不発弾処理が3万9194件、その明細でございますが、緊急患者空輸実績1万87件のうち、搬送人員が1万452名、不発弾処理実績3万9194件、総トン数にして1854トンということで、少しずつ少しずつこのトン数の方もね、増えております。しかし、未だそれと同等以上の不発弾が、沖縄県内には埋没していると言われておりまして、それを完全に処理するには100年以上かかるんじゃないかと今でも言われております。しかし、復帰後この沖縄に赴任してきた、この自衛隊、その自衛隊の方々がこの不発弾処理でただ一件もの、事故も起こしていないというのは、本当にこの技術の高さを、示しているのではと思っております。自衛隊の皆様、誠にありがとうございます。ありがとうございます。ではここでですね、実はタカさん、私先週ちょっと出張に行っていたんですけど、出張の間にスタジオにですね、我が戦友から差し入れが実は届いていたんですよ。これでございます。トン。はい、これ何かと言いますと、本当に綺麗なマスカットが届いておりまして、戦友曰く、これ食べて元気つけてくださいと。そしてね、こうして応援してる人たちがいるっていうことをね、ぜひ紹介してもらってもいいですよ、名前出してもいいですよっていうお話だったんですけど、さすがに名前出すのはまずいかなと思って、今日はね、熱き戦友としてね、ご紹介させていただきますが、こうしてスタジオの方には全国から、いろんな方々から、差し入れなどが届いておりまして、本当にね、こういったのを一つ一つ見る、そしてお手紙読むたんびにね、この放送をやっててよかったなっていう、そういった励みになっております。こうしてこのチャンネル桜沖縄支局、そしてキャスターおのおのやっぱりね、応援していただいている
すべての戦友の方々に心から感謝申し上げたいと思います。ありがとうございます。ではここでですね、はい、日曜日に投開票が終わりました豊見城市長選挙、はい、皆様にフリップをご覧いただきたいと思います。トン、はい、徳本嗣氏が初当選、沖縄豊見城市長選、現職に2800票差と、自公推薦、県内最年少の市長ということで、まあ、琉球新報さんが昨日報道しております。まあ、任期満了に伴う豊見城市長選挙は9日投開票され、無所属新人で前市議の徳本嗣氏、41歳自民公明推薦が1万3335票を獲得、無所属現職の山川氏、共産、立憲、社民、社大、ニヌファーブ氏、令和推薦をね、破り初当選を果たしたということでございまして、まあ、時点の山川氏に2800票差をつけたということなんですが、まあ、残念なことに投票率は 49.72%、まあ、前回よりね 3.56 ポイント下がったということで過去最低。これは高さん、原因は何だと思います？まあ、今回3連休の中日が投開票日に重なったということが挙げられると思いますね。一つに前回は連休中ではなかったんですけども、今回はちょっと3連休中ということで、まあ、投票所に足を運ぶ人も少なくなってしまったということと、まあ、あとちょっと豊見城でも政治離れって言いますか、政治に対する関心が薄まってしまっているっていうことがちょっと挙げられるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、私もね、今回この山川、ね、市長は、はい、こういった職員のパワハラなどの話がね、やっぱり市民にも広まっていたということ、はい、そして徳本嗣人さん、はい、ね、非常に斬新な、まあ、政策を打ち出して、はい、まあ、この那覇市のベッドタウンである豊見城の、はい、いわゆる土地のね、もっと活用などもできるような、そういった柔軟な政策も打ち出していたんですよね。はい、まあ、そういったところが非常に私は政策的には素晴らしいと思いましたし、英語教育をどんどんやっていくっていうところも非常に好感が持てました。まあ、これは宮崎雅久代議士が提唱しております万国診療プラン、つまり米軍基地などをね、どんどん活用して子どもたちに生きた英語を学ばせて、その万国診療時代、琉球王国の時代に沖縄の人たちがいわゆる東南アジアにどん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 やっぱり出ていった、それと同じようなものを今沖縄に再現をして、まあ、その英語力を使って沖縄の子どもたち、若者たちを全世界へ羽ばたかそうっていう非常に壮大なプランなんですけど、まあ、それと同じことをね、徳本嗣人さんも言ってたっていうことで、私はすごいやっぱり共感をしました。それとね、今回やっぱり勝ったのはこの豊見城の市議団、とにかくこの豊見城の市議団の方々がもう本当にね、もう草の根をかき分けるように、もう本当に休んでないんじゃないかというぐらい一生懸命やっぱり運動されていたんですよ。まあ、今まで行かなかったところとかね、あまり知らないところにもどんどんやっぱり入っていって応援をしている、この徳本さんの政策の浸透にね、全力をやっぱり尽くした。そして県議、そして国会議員の方々も入って一丸となってね、今回の選挙を戦ったということでありましてね、私はその点がやっぱり一つの勝因だったんじゃないかななんてね、思っております。そういった中で沖縄県のトップ、はい、玉城デニー知事はこんなコメントを出しております。トン、デニー知事、仲間が負けるのは心寂しい、選挙イヤーの市長選で6連敗ということでございまして、はい、6連敗ですよ皆さん。はい、デニー知事は報道陣の取材に応じ、非常に残念な結果だが市民の皆さんの判断なのでしっかりと受け止めたいと語った。選挙イヤーの今年、市長選で6連敗し、
自身と協力関係のある市長の数が減っていく状況について、仲間が選挙で負けるのは心寂しく残念だが、選挙の結果は有権者の審判、厳粛に受け止めることに尽きるとしたということなんですよね。まあ、でもこういったふうにね、勝ったからといってやっぱり喜んでるばっかりじゃいけません。次は那覇の市長選挙があるんですよね、はい、うん、で今年はその一番天王山だったやっぱり県知事選挙に結構差をつけられて負けてますから、はい、特にこの那覇の方もですね、私は油断ができない、まあ、そういった非常に混沌とした沖縄のいわゆる選挙状況にですね、元米海兵隊政務外交部次長のロバート D エルドリッチ博士が、まあ、沖縄県知事選挙を振り返るということで、まあ、沖縄この選挙の問題点などをね、明確にやはり指摘をしているメッセージが届いているんで、皆さんにまあこれをねご覧いただきたいと思います。ではどうぞ。皆さんこんにちは。今ご覧のように私は東京に来てます。で自民党の本部の前におります。先ほど沖縄県選出の自民党系の国会議員がこの場を通りましたので、この間の沖縄の知事選あるいはその地方選挙について語るのはこの場所がいいかなというふうに改めて思いました。で後ほどちょっと別の用事があるんですけれども、ここではなくあっちにあるちょっと参議院会館の方で参りますけれども、ですね、ちょっといくつかのことをまあ、お伝えしたいなというふうに思っています。よろしくお願いします。でまず沖縄県知事選についてさまざまな、まあ、分析が あると思うんですけれども、で私が、まあ、聞いたりあるいは読んだりとかあるいはそのコメントをたくさんの方々にお願いしていたんですけれども、大体そういった分析はこの時の選挙はなぜどのこのということだったんですけれども、でその佐喜眞候補の、まあ、敗因あるいは逆にその玉城知事の、まあ、現職の知事の勝因についての話がまあ、それぞれ多かったけども、私はもっと、まあ、歴史家ですのでもっと大きな観点で見る人があるというふうに思っています。で、まあ、ご存知のように私は沖縄出身ではないんですけれども、沖縄研究とか沖縄の政策との関わりは27年になるんですけれども、でそこで、ね、3つのことをお伝えしたいなというふうに思っています。その分析に関して、で以前に現代ビジネスという日本語のサイトでその論文あるいはその内容を書きました。あと英字新聞のジャパンタイムズにも書きました。でまずこの、まあ、自民党系あるいは自民党の敗因ですけれども、私はその大きな理由がまず一つ目はやっぱり自民党さえ与党さえは普天間が危険、普天間の辺野古への移設が絶対必要、そういうようなお話されているんですけれども、だけども普天間は言われているほど危険ではない。で申し上げたいのはこの普天間がどのこのの話はこれが大きな大きな嘘だということです。もちろん辺野古がベストとかそういうとんでもない嘘もあるんですけれども、この普
天満が極めて危険、世界一危険な基地とか飛行場いうのはやめてほしい。そうではない。この77年間、その普天間の存在によって、怪我された沖縄県民、亡くなった沖縄県民は一人もいないので、その危険だ、危険だと、与党まで、あるいは政府まで言ってるのはやめてほしい。で、そういえば、その沖縄関係で様々な神話、嘘がたくさんあるので、それに賛同すればするほど革新系、左系、オール沖縄の議論と何も変わらないというふうに思っています。それが今回もやっぱり左の議論に乗ってしまってやられた、そういうふうに見ています。で、今の、普天間の移設問題とか、というビッグライ、大きな嘘の話をしたんですけども、今、2つ目の敗因について、お話したいと思ってます。これも、ちょっと歴史的に、分析しているんですけれども、で、私は沖縄の、情勢とか、政治が非常におかしくなったと思うのは、私は2000年の時期から、この時は、ご存知の方もいるんですけれども、この那覇の市長の話がありまして、で、尾長武氏が、最終的に市長になるんですけれども、もともと沖縄の県議をされていた嘉数典明さんが市長になる話があった。で、その2人は自民党出身ですけれども、2人とも県議だったんですが、もうそこで共通点がもう終わっている。つまり尾長さんがものすごく攻撃的で、政府と喧嘩する人物だったの。で、それに対して嘉数先生がものすごく穏健で、いろんな人たちと意見交換するのは好きな方です。で、その嘉数先生が市長になれば、私は沖縄のその後のこの22年間が大きく大きく変わったというふうに思ってます。で、残念ながら非常に強引で過激的な、尾長さんが市長になって、で、最終的に知事になる、道が開いたということが考えられる。で、嘉数先生は例えばその意見が異なる人とは、その人の、意見をちゃんと聞いた上で、その人が間違っている場合は丁寧にその教えようとする。その批判したり、けしからんと言ったり、上からの目線とか、差別とか、インセンシティブとか、そういうことは言わない人です。で、一生懸命本土と沖縄県との関係改善とか、あるいはその架け橋にしようとしたのはもう若い時からずっとされていた。で、私は嘉数先生といろんな行動活動をしてきたんですけれども、もう近くでそれを見てた。それは保証できます。だから2000年に尾長さんが市長になることによって、沖縄が徐々にどんどんに政府と対立するようになったというふうに思ってます。で、3つ目の敗因ですけれども、そもそも自民党は
特にあのこっちの本部は沖縄の、まあ、状況とか情勢が全く分かっていないという感じがする。でいろんな、まあ、人選とかあるいはその政策あるいはその戦略、うん、そういったものにはほとんど、まあ、失敗してきたというふうに言えると思います。で、まあ、今回の選挙もそうだったんですけれども、このあの、まあ、戦略とか戦術あるいはその4年前の知事候補で、私はその時も佐喜眞さんだったんですけれども、2018年の佐喜眞候補と2022年の佐喜眞候補がやっぱり全然やっぱり違う、知名度がかなり、まあ、上がってきたんですけども、残念ながら負けたんですが、18年というのは彼は宜野湾の市長を務めていたので、それを辞任する形になったんで、2012年ぐらいからかな、宜野湾市が、次々その辞任するその市長も行って、その疑惑で辞めた人、知事選に出るための人、病気で辞める人、だから長い間宜野湾市の有権者、その市民が、まあ、長く務める市長さんがいなかったので、2018年にまた佐喜眞さんがお辞めるのは、私は反対だったん、ちょっと早いというふうに思ってたん。ご本人には2017年にそのお話もさせていただいたん。で当時私は違う候補を、まあ、望んでいた。で県内では様々な意見があるんですけれども、私は当時浅戸重信さんが沖縄県が望んでいるあるいは必要とされる人物だというふうに思っていたんですけれども、まあ、自民党本部そして、まあ、県内のいろんな力学があって全然違う形に、まあ、使っていた。確かその後浅戸さんがですね、多分参議院選に出てしまったけども、その時も負けた。だから本当の意味では自民党が沖縄の動きが把握していない。でさらにもう一つの例は2014年1月ですけれども、私は沖縄に当時まだ現役勤務していたんですけれども、その名護の市長選に勝てるはずなのに間違った人選と、あとその当時幹事長を務めていた方が、その選挙の、まあ、最中とか直前にものすごく、まあ、間違い無礼のことを言ってしまって、北部では反発を招いた。だからそういうようなこともあります。さあ、じゃあどうすればいいかということですけれども、私はまあ2つのことを申し上げたいなと思っています。まず自民党が自信を持ってやるべきこと、言うべきことを堂々とやってほしいということです。地元のメディアの批判とかある反発を恐れず正しいことを言うべきだと思ってます。それによって沖縄県民、その有権者がより、まあ、情報を持ってより正しい判断ができるというふうに思ってます。で2つ目ですけれども、この自民党の方々がもっと勉強する人があるというふうに思ってます。でだから県民に正しいことを伝えるために自民党も正しい情報を持ってないといけない。でそこで私が今から9年前から提案しているんですけど、沖縄県内で
この国際的、超党派的、学際的な研究所を作るべき。で、9年前というのは安倍政権が誕生し、あの第二次安倍政権が誕生した直後だったんですけれども、でその直後に、まあ、自民党与党がある問題を犯してしまった。でそのままだったら、ね、沖縄県との関係がさらに悪くなるのではないかと思って、当時の官房長官である菅さんにある方を通じて提言させていただいた。でその時の反応ですけれども、沖縄はそこまで危なくないということだったの。でだけれども、私はこのままだったら知事選負けますよということを申し上げたら、案の定その次の年2014年の秋の知事選で中山知事が負けた、大きく負けた。で2014年の1月頃に政府が動いてないので、もう一回上京して、沖縄から上京して、ある影響力のある自民党の方、長く幹事長も務めていたんですけども、彼にも同じようなメッセージを送ったんですけれども、送ったというかもう直接話したんですが、彼は沖縄はそこまで危なくない、成田闘争になりませんと断言したん で、 で結局2014年の秋、尾長さんが、まあ、県政取って、沖縄がどんどん激しくなりました。だからまずその自民党が勉強することと、あと沖縄県民と一緒に超党派的に課題を議論する、そして本当の意味の国際交流、知的な国際交流、文化的な国際交流をするために、ぜひぜひぜひ沖縄でその研究所を作るべき、そういうふうに思っています。まだまだいろんな提案があるんですけど、とりあえず知事選の分析と、あとどうすればいいかというお話しさせていただきました。ありがとうございます。エルドリッチ博士、誠にありがとうございました。まあ、一部の、ね、政治家の方々にとっては耳の痛い話もあると思いますが、まあ、博士は、まあ、この沖縄におられるときに米海兵隊政務外交部次長、つまりまあ情報の、ね、プロとして、そして対外的な、ね、交渉の担当として、まあ、辣腕を振った方でございます。まあ、こういうふうに外から第三者の目から見た、まあ、沖縄の政治、その問題点というのはやはり真摯に受け止め、それがやはりこれは役に立つなという部分はどんどんやっぱり取り込んでですね、次の大きな選挙の糧にやっぱりしていってほしいなというふうに私は思っております。さて、次もですね、ちょっと選挙絡みでちょっとこれはどうかなというようなお話をタカさんにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、ではちょっと最初に画面お願いいたします。はい、こちら琉球新報の今月4日に報道されたニュースで、122店舗に過料決定、緊急事態宣言期間中に営業ということで出ておりまして、沖縄県感染症総務課は3日、これは10月3日ですね、昨年5月23日から9月30日に発出した、新型コロナウイルス緊急事態宣言期間中、時短営業や休業要請の命令に従わなかった飲食店経営者に対して那覇地裁が、20から25万円の過料を課していたと発表した。
まあ、今回過料が決まったのが緊急事態宣言期間中に営業実態によって対象になって122件、過料は20万円が4件、25万円が118件だった。新型インフルエンザ対策特別措置法違反事件の決定公表は県内初という。で、こちら県はというふうに続いておりますが、ここまでがネット上で見られる情報になります。これどこが問題かと言いますと、はい、ちょっと1枚目のフリップに戻っていただきますと、はい、ちょっと赤文字で書いたところ、時短営業や休業要請の命令にって書いてありますけども、要請の命令ってちょっとよくわからないなっていうのが、ちょっと正直なところです。紙面にもちょっと同じこと書いてあったんですけども、じゃあこの昨年5月23日から9月30日に出ていた時短営業や休業要請なんですけども、命令だったのか要請だったのかについてはですね、当時の県が発表していた資料にはこう書かれておりました。3枚目以降のフリップお願いいたします。でこれ去年の5月23日から9月30日の緊急事態宣言期間中に出されていた、特措法に基づく、緊急事態宣言措置に係る沖縄県対処方針というところで、じゃあ飲食店に出されていたのは命令だったのか要請だったのかといいますと、次の資料をお願いします。これ飲食店等への要請と書いておりますので、命令ではないんですよね。うん、ということは、この時短営業するか、緊急事態宣言期間中に時短営業するかどうかは飲食店おのおのがそれを加味して決定する、県からの要請は出ているんですけれども、要請に従うのかどうかについてはですね、飲食店おのおのの判断に任せられているんですよね。はい、ですので今回20万円から25万円の支払い命令が出たということに対しましては、これは飲食店への時短営業ですとか休業は命令ではなかったにもかかわらず、それに従わなかったということで罰金が課せられるという、そういったところが一つ大きな問題かなというふうに思います。はい、でこれウェブ版には書かれていなかったんですけども、この回過料を決定した店舗のうち6店舗は違反事実が認められない例があったということで不処罰となったというふうに書いてあるんですけども、とばっちりを受けた飲食店もあったんですよね。うん、でそしてもう一つ大きな問題点がこれも紙面にしか書かれていないんですけども、緊急事態宣言終了から約1年後の発表、いわゆる今回過料を課しますよという発表が行われたことについて、感染症総務課担当者は度重なる流行で業務は遅れて公表まで時間を要したが不平等感のないように手続きを進めていると説明したと書かれているんですけども、去年の緊急事態宣言期間中の要請に対しまして発表が1年後で、今回122店舗に過料を課すことが決定されたということなんですけども、これ判断を下したのは、那覇地裁裁判所なんですね。で裁判所が決定を下したのが8月31日だったんですよ。で今回この122店舗に過料を課すということをですね、発表県がですね発表したのが10月の3日となっておりまして、その間に9月11日の県知事選挙を挟んでいるんですよね。裁判所が過料を課すというふうに結論付けたのが8月31日とは県知事選の前で、このこと事実をですね県が公表したのが県知事選挙後の、10月3日ということで、これってなんかおかしいですね。だってね、高さん、いわゆる基地のね、基地問題についてのこの判決などは、判決が出たその日にマスコミがこれね、取材をして翌日の新聞載せるんですよ。ね、例えば県が国を訴えたと、これ訴えが棄却になったって言ったらもう翌日でニュースになってるんですよ。ところが今回このように飲食店をね、いわゆる借りを貸すことを訴えて、それが認められたっていうことが発表されたのは1ヶ月後、その間にやっぱり県知事選挙を挟んでるっていうことは、これは
いわゆる県知事選挙に悪影響が出ないことを考えて発表を伸ばしたっていうこともあり得るわけですよね。そうですよね。もう自分もその可能性非常に高いなというふうに思いますし、先ほどちょっと紙面だけに載っている情報で、県の感染症総務課の担当者は、度重なる流行で業務が遅れたというふうに言っておりますけれども、同じ記事にはですね、ここも書かれております。緊急事態宣言期間中、酒類の提供自粛や午後8時までの時短営業に応じなかった店舗を調べるため、県は写真や動画を撮影していたという、飲食店のですね、時短営業をやっているかどうかを調べるためですね、写真とか動画を撮影する時間は取れていたんですけども、今回、この県に過料を、県がですね、飲食店に過料を課すという業務、これ過料を課すかどうかをですね、決める業務にですね、手間取っていたという、ちょっとこれも不自然だなというふうに思いますね。だってね、はい、高橋さん、はい、実は県の中にね、記者クラブってあるんですよ、はい、ですからこの A4 の紙に、はい、どういうことで提訴していた裁判について8月31日に、はい、支払い命令が、出ましたと、はい、いうことをね、はい、出して、はい、ポストに入れてしまえばそれで OK なんですよ、はい、実は記者クラブ各ね、メディアによってボックスが分かれていて、はい、同じ県庁内ですよ。そうですね、A4 の紙に、ね、はい、プリントアウトしてさっさっと入れていけばそれで終わるんですよ、はい、それをやらなかったっていうのはどうかなって思いますし、まあいいように考えてみればですよ、はい、いわゆる、訴えているお店の方から、はい、いわゆる控訴、はいはい、いわゆる反論や控訴が出てこないのをね、待って、確定をさせて発表したにしても、はいはい、やはり、その控訴の期間というのはあるわけですから、2週間でしたかね。そうですね、はい、2週間ありますから、その後に本当は発表するべきなんですけど、それがやっぱりやらなかったっていうのはちょっとこれは不自然ですよね。そうですね。そもそも今回過料の対象になったのが、昨年の5月から9月に時短営業しなかった、もう昨年の話ですから、ちょっと仕事としては遅すぎると思いますし、これ感染症の流行というふうに理由付けてしまうのはどうかなというふうに思いますよね。なんかちょっと裏があるんじゃないかというふうに勘ぐってしまいたくもなるんですけども。そうですね、はい、でもこういったね、行政の立場にあるものがその、はい、いわゆる行政の業務をですね、はい、自分たちの有利になるように動かすってのはやっぱりあるわけなんですよ、はい、例えば豊見城、はい、今回選挙ありましたけど、はい、この選挙の直前に、はい、いわゆるばらまきとも言えるような給付金を、はい、市民に出してたりするんですよね、はい、そういったのを見るとやはり、こういうふうに権力の座にあるものはその、行政のね、業務そのものをやっぱり自分の有利になるようにやっぱり使っちゃう傾向があるんじゃないかなっていうのがやっぱり私の感じるところなんですよね、はい、ですから長くやっぱり権力にいると腐敗するなんて言いますけど、特にねあちら系の人たちのこういった身内かわいさ、はい、そしてそういった行政の私物化っていうのはもう特に目に余るなと、はい、デニー知事にしても、バンコク診療会議の一件についても、落札がね決定する前の晩にその入札応札をしている業者といわゆる前祝いなことをやってたっていうこともありましたから、はい、誰一人取り残さないなんてね、きれい事言ってますけど、お仲間は誰も残さないのではないかというふうに高さん自分は思ってるんですよね、はい、どうでしょうかね。そうですね、もう全くおっしゃる通りですよね。で今回飲食店に過料が課せられるというふうに決定したんですけども、これ自体もちょっと問題あるんじゃないかなというふうに思うんですよね、はい、と言いますのも東京都では、今回の時短要請時間営業飲食店の、時短要請そのもの自体が違法という判決出てるそうですね、はいはいはい、次の画面お願いします、はい、これは朝日新聞のウェブ版5月16日付の記事なんですけども、都の時短営業は違法、コロナ対応で東京地裁判決ということでですね、グローバルダイニングチェーン店
というところがですね、営業の自由を保障した憲法に違反するとして、東京都に時短営業による、損害賠償を求めた裁判の判決が5月ありまして、その判決ではですね、違法と言うべきだという判決が出ました、これの控訴もされたんですけれども、グローバルダイニング社が控訴を取り下げたということで、判決が確定しております。この判決、本社の方で、チャンネル作家の本社の方で時々出ております藤井聡先生も証言として関わったということで、さくらの視聴者もよくご存知かと思うんですけども、東京で飲食店の時短営業は違法という判決が出てしまっている以上、沖縄県の今回のですね、過料決定というのは、東京都 の判決と真逆、正反対になってしまうんですよね。これに気づいた飲食店が集団で訴訟を起こした場合、これ県負ける可能性もあるんじゃないかなというふうに思いますよね。はい、営業の自由、かの人たちはよく自由という言葉を使いますけど、当時こういったふうにね、もうやっていられないと、県からもらうお金ではやっていけないから、もう自分で頑張っていきたいんだっていう思いを持って営業した方々が、20万から25万の過料、はっきり言ってね、沖縄では20万25万、特に飲食業をやってる人たちにとってはすごい大きな金額ですよ。もうこれだけのお金を稼ぐためにはね、もうこれの何倍もの売り上げをしないといけない、私がだいたいね25万の純利益出すんであれば、これの 7,8 倍の売り上げしないといけないんですよ。県は簡単にね、過料だなんて言ってすぐ納付書送るかもしれませんけど、やられた方がたまったもんじゃないですし、なぜね、高さんこの東京では違法なのに、沖縄ではこれが認められる、いやこれってかなり私はね、法の平等にこれは反してると、で今回この過料をね言い渡された、いわゆる飲食店がみんなでこれ集団訴訟を起こしてですよ、沖縄には営業の保障は自由は保障されないのかと、東京ではこのようにね営業の自由が、確定してると、沖縄は日本の法律が適用されない汚いの地なのかっていうことでね、これ訴訟を起こされたらこれ負けるんじゃないですか。そうですよね、負ける可能性は極めて高いなというふうに思いますよね。東京で時短営業は違法だっていう判決が出ている以上は、よくねこういった反基地運動でも沖縄には日本国のね憲法が適用されていないのかなんて、右からも左からもよく言われます、もう本当にやってることはね反基地無罪、もうやりたい放題沖縄左翼ということでございまして、私が最近このツイッターにどんどん上げている動画を見れば分かるように、もう本当に憲法を守れと言ってる人たちが傍若無人にやりたい放題、まさに反基地無罪、反戦平和は免罪符というね状態がまかり通っていますが、沖縄でこういった司法もねちょっと高さんおかしな、判決出す場合がありますからね。そうですね、以前はこれ小長知事の時代にはね、こういった高江の反基地闘争の現場に行こうとしたいわゆる反基地活動家らを、制止して行く手を塞いだ警察官らが、反基地活動家と弁護士に訴えられて一審でなんと負けたんですよね、で一審で負けてですね、皆さん普通だったらいやこれは職務の遂行だからと、治安を守るためにやったんだっていう、やっぱりそういった自負を警察官持ってるわけですよ。ならば控訴しないといけない。ところが当時の小長知事が何と言ったか、県民感情に配慮して控訴はしないと言って一審に負けただけで判決を確定させてしまった。結果どうなったかというと、沖縄ではねこの法の執行を厳格にやろうとして頑張れば、頑張って反基地活動家たちにをねお縄にしたりすれば、下手をするとですね彼らに訴えられて裁判にかけられて、もし一審で負けたら今の知事もあれですよね。そうですね、あれですから、一審でね判決もし敗訴の判決が出たら、こう小長知事と同じように控訴せずに、いわゆる自分の部下を見殺しにする、そんなね今の状況で
自分の将来、ね、今やはりみんな家族とか、ね、恋人とか自分の生活かけて一生懸命警察官も仕事してますよ。それをかけてまでね、じゃあやるかって言ったらやっぱりやらないと思うんですよね。はい、ということでね、今日は高さんからちょっと由々しき問題をね、ちょっとお聞きしました。しかし行政がこのようなね、いわゆる判決をね、もうすぐ発表せずに1ヶ月も遅らせて発表したっていうのは何かと私は焦げ臭い、まあ、権力にある者がその行政業務をですね、まあ、自分の選挙の有利になるようにもしコントロールしてるんであれば、これはもう言語道断であり、今後この豊見城のね、法でも前市長かなりね、いろんなことをやったと言われております。それが明るみになった時に、その市長を応援していたオール沖縄共産党、令和、ニヌファーブ氏、そういった人たちは何と申し開きをするんでしょうか。はい、ということで、本日の、沖縄の声、あっという間に時間が来てしまいました。本当はね、プリティさんの話でもしようかなと思ったんですが、これはまた次回にということで、本日はこれにて、放送を終了させていただきます。皆様、また来週もお会いしたいと思います。本日もありがとうございました。